啓蒙思想、啓蒙思想、啓蒙思想とは理性による思考の普遍性と普遍性を主張する思想。その主義性を強調して啓蒙主義とも言う。ヨーロッパ各国語の啓蒙にあたる単語を見てわかるように、原義は光で照らされること、ク暗気を、ア秋、ラムである。自然の光を自ら用いて超自然的な偏見を取り払い、 人間本来の理性の自立を促すという意味。時代的に先行するルネサンスを引き継ぐ側面もあり、科学革命や近代哲学の勃興とも連動し、一部、重複もするが、一般的にはもっぱら、経験論的認識論、政治思想、社会思想や道徳哲学、倫理学、文芸活動などを指すことが多い。17世紀後半にイギリスで起こり、 18世紀のヨーロッパにおいて主流となった。フランスで最も大きな政治的影響力を持ち、フランス革命に影響を与えたとされる。ヨーロッパで啓蒙思想が主流となっていた17世紀後半から18世紀にかけての時代のことを啓蒙時代という。啓蒙思想はあらゆる人間が共通の理性を持っていると想定し、世界に何らかの根本法則があり、 それは理性によって認知可能であるとする考え方である。方法論としては17世紀以来の自然科学的方法を重視した。理性による認識がそのまま科学的研究と結びつくと考えられ、宗教と科学の分離を促した一方、啓蒙主義に基づく自然科学や社会科学の研究は認識論に著しく接近している。これらの研究を支える。 理論哲学としては、イギリス系検論が主流であった。啓蒙主義は科学者の理神論的あるいは無神論的傾向を深めさせた。イギリスにおいては、自然神学が流行したが、これは、自然科学的な方法において聖書に基づく、キリスト教神学を再評価しようという考え方である。この神学は、神の計画は合理的であるという意味で、既存の聖書的神学とは異なり、 啓蒙主義的なものである。自然神学の具体例としては、イギリスのバーネットを挙げることができる。バーネットは聖書にある、ノアの箱舟物語における、大洪水を自然科学的な法則によって起こったものであると、考え、デカルトの地質学説に基づいて、熱心に研究した。また、啓蒙主義の時代には聖書を聖典としてではなく、 歴史的資料としての文献として研究することも行われた。キリスト教的な歴史的地球観とは異なった定常的地球観が主張され、自然神学などでも支持された。啓蒙主義は進歩主義的であると同時に回帰的である。これは啓蒙主義の理性絶対主義に起因する。理性主義はあらゆる領域での理性の拡大を促し、様々な科学的発見により、 合理的な進歩が裏付けられていると考えられた。しかし自然人と文明人に等しく理性を想定することは文明の進歩から離れて自然に回帰するような思想傾向も生み出した。この時代の思想にローマやギリシャの古典時代を重視するルネサンス的傾向が見られることもこのような回帰的傾向の現れである。また時間的な一時代の生活形態が 空間的などこかに存在し得るというようなことを漠然と仮定する考え方も指摘できる。具体的な例を挙げれば、地理上の発見により、明らかにされたアメリカ原住民未開的段階にあるとし、ヨーロッパ的文明社会の全史的な原始状態であるとする考え方である。それがユートピア的幻想を伴って、原始社会や古典古代を美化する思想を育んだ。 とはいえ全体として見れば、思想の主流は、進歩主義的であったと言える。政治思想としては、自然法論が発達し、特に社会契約説が流行した。また、理性の普遍性や、普遍性は、人間の平等の根拠とされ、平等主義の主張となって現れた。一般的に、性善説的傾向が強く、この時代の自然法はほぼ理性法と同義である。 理性を信頼する傾向は往々にして、実践理性、すなわち良心の絶対化に進み、政治思想において求心的な傾向を生むこととなった。しかし、自然状態に対する分析的研究や認識論の進化によって、実践理性の共通性、絶対性は次第に疑われ始めることになる。経験法則の認知主体としての純粋理性と、道徳法則の実践主体である。 実践理性との分裂傾向は徐々に大きな問題となり、啓蒙思想の存立基盤を揺るがすこととなった。これらの啓蒙思想が展開されたのは、絶対王政の貴族たちが主催する個人的な社交上であるサロンであったり、アカデミーや科学協会といったような新しいタイプの私的専門機関であった。旧来の神学的な大学と啓蒙思想は対立関係にあることも多かったが、 啓蒙思想を積極的に取り入れる新しい種類の大学も各地に登場した。旧来の大学でも従来最も権威があった進学部を学問的中心から外し、新しいカリキュラムを導入することが行われるようになった。17世紀後半にトマス・ホップズやジョン・ロックが展開した経験論的な認識論や道徳哲学、理性、自然法、 社会契約的な政治思想が、イギリス及び西欧における、啓蒙思想、啓蒙時代の幕開けとなり。スコットランドにおける、啓蒙思想は、ジョン・ロックの思想を、第三代シャフツベリ伯爵経由で継承した、フランシス・ハッチソンに始まる。彼の道徳哲学は、イギリス経験論の最後に列せられるデイビッド・ヒュームや、古典派経済学の祖であるアダム・スミスにも影響を与える。 道徳感覚学派、モラルセンス学派。また、ヒュームの会議論に対抗する形で、スコットランド常識学派、コモンセンス学派という一派も形成され、啓蒙思想の一翼を担った。18世紀にイギリスから伝播して始まった、フランスの啓蒙思想は、イギリスより旧兵批判が激しい過激なものとなって、発展、普及し、フランスを 啓蒙思想の中心地へと押し上げることになった。そして、やがて起こることになる、フランス革命やその後の、共和主義的近代化改革の思想的基盤ともなった。主な啓蒙思想家は、以下の通り、ドイツの啓蒙思想は、クリスティアン・ボルフ等によって整備され、イマヌエル・カント等によって発展されたほか、ゴッドホルト・エフライム・レッシングのような人物も、加わりつつ形成された。 啓蒙主義的な政治哲学は、まず、トマス・ホップズによって体系的にまとめられた。ホップズは国家理論を形成するにあたって、既存国家をモデルとせず、理念型としての契約国家を想定した。これはまず、現実の人間観察から文明社会以前の原始状態にある人間社会を想定し、それを自然状態とした。さらにこの自然状態と、 現実的な国家社会の間に一種の飛躍を想定し、それが何らかの契約であるとした。この契約によって規定される人工的な国家の理念型がすなわち、ホップズの言う人工生物、リアイアさんである。この人工国家の特徴は、主権という形で国家意志を持つことであり、主権は構成員たる国民や宗教、政策など国家に付随するあらゆることを服従させると、 説かれた。このような原理的な国家モデルを提供し、その契機に何らかの契約を重視する考え方を含んでいるのが、啓蒙主義の国家論の特徴である。ホップズの理論を批判的に発展させたのが、ジョン・ロックである。ロックは1689年にツートリートセス、オブ・ガバメント、市民政府に論、あるいは統治論を発表し、ホップズにあって、 なお不十分であった主権の分析を徹底した。すなわちホップツにおいては、主権は国家の構成員たる国民の契約で形成されているのにもかかわらず、国民と直接の関係性を持たない第三者的存在であった。これでは国民は契約によって成立した主権に対してはどこまでも従順でいなければならない。しかしロックはこの主権を国民の代表が参加する。 立法機関によって規定されるものとした。すなわち立法権が主権である。そしてこの立法機関は人民の信託により成立し、決定は多数決によるとされた。同時に主権が国民の意思に反する場合は抵抗権を行使することができると説いた。また、信教と革命の宗教性を批判して宗教的寛容を主張したロックは国家論においてもその立場を主張している。 この後、ジャンイコールジャック・ルソーによって、啓蒙主義的な国家論が体制される。ルソーは、社会契約説において、ロックよりも分析を進め、国民と政府を機構的に分離させ、主権を国民に設定した。そのためルソーにおいては主権に対する抵抗権は存在しない。政府は主権を保持していないので、国民はよりラディカルな姿勢で、政府転覆を図ることが可能である。 また、ルソーの理論に特徴的なことは、ロックにおいて見られた永続的な立法機関が存在しない。立法は人格を備えた立法者によって行われるとされ、このような人格的な立法はライフサイクルを伴う。つまり、政治的存在である国家は必ず堕落すると考えられていたのである。このようなルソーの理論の特徴は、フランス革命を理論的に準備したとえる。 さてこのような主権概念に大きく依存した国家間は、ルソーの思想がフランス革命を準備したにせよ、啓蒙思想の時代でさえ、すでに時代遅れのものと考えられていた。ボルテールは、社会契約説を歴史的事実として認めていないし、彼は政治的な平等主義を認めていない。ヒュームは、国家形成の契機としての社会契約を完全に否定して、個人に、 社会性を調達するものは共感であり、実践の世界ではあらゆる物事は、慣習的な、従って社会的な基盤を持つと考えた。また、国家理性としての主権概念も、絶対的な地位から転落していく。マイネッケが指摘しているように、国家理性の利己主義を法や、道徳の要求と一致させようという啓蒙主義の、試みは、基本的に不毛でった。 啓蒙主義的政治思想が明らかにした国家理性と国民の道徳意識との乖離は啓蒙主義的な国家間の限界を示し現実的にはフランス革命の進展に伴って保守主義の立場から深刻な批判が加えられることになる日本の憲法論や天皇期間説にも大きな影響を残した19世紀の国家学者イエリネックは一般国家学の中で 主権概念を国家権力それ自体ではなく、その一部としている。ロックが人間語正論によって観念の正徳性を否定したことは倫理思想においても大きな影響を及ぼした。ロックにおいては倫理学的本質が実在的性質を持ち、経験的に把握されると説かれた。これは純粋理性と実践理性による推理を同質なものと、 皆す素朴な考え方に基づいており、理性レベルにおける良心の共有というような曖昧な証明に留まっている限り、認識論の進化によって急断されるべきであった。実際啓蒙主義が純粋理性的認識と実践理性的認識を等価値にしていたことは、倫理的な問題をしばしば機械論的人間論に還元してしまったり、社会による人間阻害の問題にしてしまった。 純粋に道徳的価値が議論されることは稀であった。モーペルチュイは道徳哲学史論の中で解と不解によって、量的にあるいは幾何学的に道徳的価値が判断可能であるとした。またボルテールはしばしばパスカルの解議論を批判したが、積極的な倫理思想を展開することができず、現実肯定的に寛容を主張するにとどまった。 パスカルに比べると啓蒙主義の倫理思想をあがいして表層的であった。ヒュームは人生論においてロックの経験論的立場を徹底させ、あらゆる観念の理性による基礎づけを否定した。実在的本質と理性的推理の間に連関はなく、あるのはただ原因と結果のみであり、一般に理性により不遍で、不遍とされていたその推理過程は一種の改善的な法則に過ぎない。 すなわち純粋理性の否定である。またヒュームによって実践理性の領域である道徳を純粋理性の真理と同じように判断することは不可能であるとされ、それらは行為や事物の実践的把握に必然的に伴う印象によるとされた。この印象は共感という形で一定の社会あるいは人々の間に共有されているものであり、社会的基盤を持つ。この共感が 社会的基盤を持つということは、道徳的価値判断が純粋理性によるものではない、ことを示しており、ヒュームは純粋理性と実践理性を分離するとともに、啓蒙主義的立場による道徳の把握に根元的な批判を加えた。ヒュームの重要な指摘を継承し、啓蒙主義以後の倫理思想を支えたのは、ベンサムラ功理主義とカントに始まるドイツ観念論である。 ベンサムはヒュームの指摘を受けて道徳的原則が社会基盤を持つという立場をより進化させ社会的基盤から生じる人間の根本的な要素として快楽と苦痛を設定した。道徳及び立法の諸原理の中で快楽と苦痛を数学的に計算することで道徳的問題は解決可能であるとした。 この著作が立法的な問題にも触れているということが示すように、ベンサムはこれらの道徳原則はそのまま社会の立法原則にも適用可能であるとした。ベンサムの理論を批判的に発展させ、ある意味ヒューム的立場に回帰させたのは、ジョン・スチュアート・ミルである。ミルは、ベンサムの快楽特通による単純な理論を批判して、勇気や誠実といったような質的な評価も考慮。 すべきと述べた。また道徳的制裁としてベンサムが法律による規制などの外部的制裁を重視したのに、対し、ミルは、ヒューム的で内面的な良心を設定し、外部的制裁以上に重要なものであると述べた。合理主義は経験論的な伝統に立っており、先見的な超越論道と苦論には批判的でその意味において、 イギリス経験論の正当な後継者であった。また、方法論的には心象を重視する心理学的立場を取った。イマヌエル・カントはヒュームによって打ち立てられた純粋理性と実践理性の分析的立場を継承し徹底した。彼はヒュームに従って純粋理性を否定した。すなわち、純粋理性批判によって純粋理性の外界であるもの自体を想定し、 それを経験則から分離した。一方で、実践理性には、物自体や経験則とは、別個に実践主義的な原理を想定し、それを確率と名付けた。この確率は個別的に個人に存在するものであるが、同時に何らか普遍的な道徳法則との同一性を目指すものと規定した。カントは普遍的な道徳法則とは、ある行為に対して、無条件的に、こうしろと命令する。 提言的命令にあるとした。普遍的な道徳法則の行為主体は、目的自体として、物自体と同じように個人の実践理、すなわち確率の外側に設定した。カント以前の道徳哲学は、理性主義を取るにせよ、必ず個人の内面に道徳的原則を設定していたが、カントによって、目的自体、提言的命令として表現される確率という、形で分離が果たされ、 同時に不価値論的立場が設定されたため、啓蒙主義的理性主義は道徳哲学からも追放されるに至った。18世紀が非歴史的な世紀であったというロマン主義の主張は正しいものではない。啓蒙思想は諸国家の歴史を統価値にある種の法則性の中に還元しようとしたが、それは啓蒙主義の非歴史性の証明にはならない。 何より、キリシャ・ローマの古典古代に対する、この時代の関心の高さは逆に啓蒙主義の歴史性を裏付けている。詳細は、啓蒙主義の歴史記述を参照。歴史学において、啓蒙主義的展開を実現したのは、フランスのベールである。彼は、歴史批評辞点を表し、事実的なものを恐れ、事態として愛好する立場を示した。このことは、 中性的な神学的歴史観が神の意志や客観事実から個々の具体的事実へと考察を始めていたのに対し、具体的事実を恐れ、事態として尊重する立場を示した。モンテスキューはベールの立場から一歩進めて、歴史的事象から理念型を取り出し、その現実的な社会科学への応用を実践した。法の精神における生態論は、 歴史的に存在する生態を構造的に積して構築された理念型に基づいている。これらの概念は歴史的生態の共通性を抜き出して一般化した抽象概念ではなく歴史の研究を通じて得られたそれらの本質である。これらの生態概念は普遍性を備えており現実社会の評価に適応可能であるとされた。しかしモンテスキューは同時にこのような理性の産物である。 生態概念を常に現実の社会状況にさらして、非的に見ることを決して忘れなかった。彼独自の重要な視点はモンテスキューが未だ啓蒙主義的に徹底されていないことを表すと、共に彼の学問的価値が啓蒙主義を超えていたことを示せている。ボルテールは歴史研究に自然科学的手法をより厳密に適用しようとした。彼は風俗史論の中で、 個々の歴史的事件から機能的に導かれる何らかの根本原則を想定し、それを把握することに努めた。このことは表面上従来の進学的歴史観への接近を示しているように思われるが、進学的歴史観が目的元の実現過程として歴史を示したのに対し、彼はそのようなものに代わる何らかの心理学的原因を求めようとしたと思われる。彼は、 神学的歴史観の代表である母主への世界史論を激章しつつ、歴史的事件に神学的な意味付けをしていることが誤りだとして、絶えず純金に偽の宝石をはめ込んでいると批判した。ローマ帝国水防止を表した疑問もボルテールの影響を受けている。ヒュームはボルテールに見られた盲主義的傾向を自身の理性批判的精神によって批判した。ヒュームは 歴史的世界の根本原則のようなものを否定した。ドイツのヘルダーは、抽象的な歴史原則を最終的に否定し、啓蒙主義的な歴史観に終止符を打った。彼は、ライプニッツのモナドロンに影響されて、個々の歴史的事実を玉になぞらえ、玉が重心を持つように、個々の歴史的事実も、確信を持つと説いた。啓蒙主義の具体的成果で最大のものの一つである。 百科全書派による百科辞典、百科全書が科学と技術と技法の理性的な辞書と事故を定義づけていることは産業的なもの、経済的なものに対する啓蒙主義の関心の高さを物語っている。理性の性善説に基づく功利主義的な人間観は経済思想において大きな進歩をもたらした。フランスの懸念は経済活動の考察に 理性主義的な根本法則を設定した。彼は、経済表において、在価の再生産過程を図式化し、富は商業によって得られるという伝統的な、重商主義的立場を、必して、富は、生産により、本当の意味で増産されることを示した。彼の優生産は農業を念頭に置いており、その意味で、重農主義と呼ばれる。重農主義という名称は、デュポンの著作、 重能主義に基づいている。ケネーの言う富が概念として公共的な利益を言うのではなく、個人的な富としての私的な利益にあることは言うまでもない。ケネーは私的な利益の増産を約束したが、それは公的な利益につながるのであろうか。同時代の思想家であるエルベシウスは、彼の政治理論の中で漠然と公共の利益と私的利益が、 立法機関によって調整されなければならないとしたが、この問題は政治理論の問題にとどまらず、経済理論もこれに立ち向かわなければならない運命に、あることは明白であった。アダム・スミスは、諸国民の富の中で、懸念の理論に基づくような経済世界をそれ自体で、完結させ、このような社会には、神の見えざる手というような予定調和的性格を、設定した。 この社会の運営主体としての統治、すなわち政府を設定した。スミスにおいては、政府は財貨を生み出す、経済主体とは扱われず、このような政府の公共性を支える思想としては、ヒューム的な共感が得られている。またスミスは、産業革命以前の時代に生きていたにもかかわらず、工業化がもたらす分業とその合理性を指摘している。スミスを継承したリカードは、 経済学及び課税の原理を表し、スミスの理論を発展させ、最終的に公権力が排除された経済社会を設定し、公権力と経済社会を二元的に分離したことにより、経済社会の法則性に立脚した古典経済学を確立した。また生産物の価値が希少性とそれに費やされた労働によるとし、労働価値を根拠づけた。 このような古典経済学は生産の要素として土地と資本、労働を想定し、それぞれ地主、資本家、労働者という階級を設定していくことになる。ここでは、啓蒙思想において顕著であった平等主義は、もはや完全に消滅し、万人に平等な事実として階級制度の必然性を提示した。啓蒙思想の理性主義は人種問題や、 人間の未開状態に対する問題といったような差別的な問題を育んだ一方、平等主義的な解放思想を生んだ。レッシングは、儀曲、賢者、ナータンにおいて、ユダヤ人のナータンを主人公としてその美徳を強調し、偏見からの脱却を説いた。レッシングと信仰のあったユダヤ人の哲学者メンデルスゾーンは、ユダヤ教とキリスト教の信仰の違いが、 人間的価値に差異をもたらすものではないとして、ユダヤ人の法的解放を訴える一方、閉鎖的なユダヤ教の側にも改革の必要性を感じ、ユダヤ教内部での啓蒙活動であるハスカラーを展開した。フランス革命においては1791年、ユダヤ人に即時無条件で市民権が認められ、その法的解放が行われた。しかし、後に、 ナポレオンによりユダヤ人の権利は制限されている。このことに関連して宗教あるいは道徳における解放思想としては、ボルフの演説、シナ人の実践的哲学についてを挙げることができる。当時の中国人の道徳を理性主義的な立場から十分倫理的価値が認められるものとし、キリスト教思想なくしても倫理思想を成立させることは可能だとした。この講演は、 当時の経験的な神学者から激しく非難され、彼はハレ大学の教職を辞さねばならなかった。しかし同じく啓蒙主義に立脚するカントの単なる理性の限界内の宗教においては、やや異なった見解が述べられている。彼は内面的な見えざる教会こそが真に道徳的価値のある宗教であり、外面的な立法を重視するユダヤ教は、 見える教会であるとして、道徳的価値において劣っているとした。彼においては、啓蒙主義的な道徳は、キリスト教的な道徳と、同質なものであった。イギリスのウィルストンクラフトは、女性の権利の擁護を表した。彼女は、この著作の中で、教育制度の改革によって、女性の地位向上が図られるべきだと述べた。フランスの劇作家具ージュは、フランス人権宣言が、 男性の権利のみを擁護したに過ぎないとして批判した。黒人奴隷の問題も啓蒙思想の批判にさらされた。ウィルストンクラフトやグージュは黒人奴隷と女性問題を関連のあるものとして扱っているし、ヨーロッパやアメリカでも反奴隷制協会といったよう組織が作られた。とはいえ、黒人奴隷問題や女性解放運動は啓蒙思想において 主流を占めることはなかった。啓蒙思想は17世紀イギリスでは始まった。ボルテールの哲学書館やモンテスキューの法の精神により、啓蒙主義の考え方はフランスに渡り、後にフランスの絶対王政を批判するのに用いられた。ハプスブルク家のマリア・テレジア女帝、プロイセン王国のフリードリ・ヒガヨう、ロシア帝国女帝エカチェリーナ・ニセイなどが実践している。 18世紀に入り、当時、フランスやイギリスに比べ遅れをとっていたドイツにおいても、この考えを普及し、トマジウス、メンデルスゾーンや、ボルフやゴッドシェイトらを排出。ボルフは、理性と刑事に矛盾がないことを解き、人々に人間としての理性でもってみる考え方を、主張。ゴッドシェイトは、この影響を受け、ボルフのように刑事と理性を並存させるのではなく、 刑事の内容は理性へと還元され、理性によって解明されうると考えた。啓蒙思想に触発されたカントも、責任ある事故の必要性と根拠付けを行った。カントによれば、ウフクラーンとは、人間が自分自身に責任を持ち、未成年の状態から抜け出ることである。そして、他人に依存することなく、自身の母性を使用する決断と勇気を身につけ、最後に、 知ることをあえてせよ。自己自身の五性を使用する勇気を持て。という標語に帰結されるとしている。この標語には、まず個人が自分自身の知性の行使に勇気を持つようになって、初めて社会が改良され得るとの考えが背景にある。近隣諸国に経済的、文化的に遅れをとっていたドイツにおいて、啓蒙思想はより強く表現されたのである。一方で、啓蒙思想は、 国家、社会、宗教などあらゆるものに対して理性一辺倒主義で数学的で平板的な合理主義的なのが特徴であった。この考えは普及するとやがて理性ならざる者、すなわち感情や信仰あるいは生命的エネルギー、生そのもののような理性の枠に収まらないものへの説明に対しては不十分なものであるということが露呈してきた。 いわゆる生の哲学の走りともほぐせる、この流れは、反啓蒙思想の流れを生み出し、ドイツの詩人、ハーマンなどに厳しく批判されたほか、ゲーテシラーなどの古典時代を規範とした、古典主義文学などへと展開されていった。また、啓蒙思想に触発されたカントも、やがて批判哲学における著作で、やがて理性の限界を論ずるようになり、啓蒙思想の彫刻を図った。 しかし、この、自らの語性を使用する決断と勇気のあり方は、カント以降、ドイツ関連論などの19世紀のドイツ哲学の課題であったとも言える。このヨーロッパで起こった、啓蒙思想は、その後世界各国で普及した。また近代教育学の成立にも影響を与えるなど、多大な影響を与えた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。